こんにちは。使うのはね、ロータリーカッターと、で、革専用のハサミですね。これは革屋さんでね、売ってて、そこのオリジナルだったんですけど、今はもう作ってないそうです。とても重宝しています。で、ファスナーとね、20センチですね。まあこれ、この色なんで買うかなと思って。で、これが金ペンと銀ペンですね。で、これまあ30センチのね、30×15 の刺しですけど、なんか今クローバーって言わないんですよね。で、これがね、裏に貼る芯です。ちょっと芝居になってるけどね、まあ、お金もらうわけじゃないからこれで我慢してもらいます。で、まあミシンのね、ミシンはね、裏側のね、いつも使ってるのですけども、糸がね30番でやってみます。30番のね、なんか変わった名前だったんですよね。リニカーかなんかいう名前が。それでね、この革はね、ここに書いてあったんですけど、馬の革らしいです。とても柔らかくてね、なんか肌触りが良くて、色も好きな色なんです。で、もう何年前かな、いつ買ったのか忘れ、わからないんですけど、いろいろに使った歯切れですね。一時期20年くらい前かな、革にはまってて、習いに行って、でその時にね、東大阪だったかな、革専門のお店があるんですけど、そこにね、よく買いに行ってました。1年くらい前、一度最近行ったんですけどね。で、こんな値段でね、歯切れね、売ってるんですよね。これで528円。まあ、サイズとかはね、もうこう使い差しとか、これも私がどれくらい使ったかとかわからないんでね、もともとどれくらいだったかわからないんですけど、で、これをね、これ1枚ちょっとね、片面 24×16 かなくらいでいいと思うんですよ。で、ちょっと切ってみますね。もう片面ね。でも私はもうこれでね、いくんですよね。ここと。この線とここと、この線とね、下のね、ここを見ながらね。で、これ、切れましたね。で、次。ちょっとなんか汚れてるけどね、まあいいや。まあいいや。これで今15センチのとこにあるんです。まっすぐじゃないんでね、こっち合わせますね。で、ちょっと綺麗なところを取るんで、24センチ、ここから24センチ取りたいんで、これですかね。で、
24センチになってます。ちょっと見えてないかな。でこれはね、これで15センチなんですけど、ここで1センチ余分にして、で16センチの幅ですね。ここまで行ってしまうか。16センチの幅。16センチ、ここの大きい目がここで15なんですよね。で1センチ余分に取ってるんで16センチになります。でこの線ですね、これがですね、これを押すとロックかかって、これ押すといけるようになります。でこれが2枚ですね、本体に。あともう本体とこの残りでちょっと脇につけるのを、どっちでもいいか、何センチ、3センチの5センチあればいいかな、3センチ6センチあればそんなにもいらないと思うんだけど、6センチの3センチくらいですね。これ立ち切りで、ここで、3センチこれで、ではここから行きますかね。3センチ、3センチで一応切っときますね。こんなもんかな。これすごい切れるんです。これ今ちょっと切りましたけどね、これ横のタブみたいなつけたいんですけど、これだけあればいいと思うんですよ。でこういうのはまたね、小物、小銭入れとかいろいろ作りたい、山ほどあるんですけどね、歯切れも。で今裏をね貼っています。これもシールの裏なんですけども、こういう風にして、よいしょ、ちょっと剥がしながら貼っていきます。でもまたね、どうせで、これで貼れました。でここのね
いらないところを切り離します。で、もう一個ね、2枚貼ります。こんな感じですね。新春のね。で、なるべく両方にシワが寄らないように貼っていきます。これですね。これで貼れました。で、ちょっともう余分目にね、しててね。で、これを切っていきます。これ切るのね、ちょっと、ここで切りにくいと思うんですけどね、ひっついてね、やっぱり。テーブルの端の方で切るとね、綺麗に切れるんですけど、これでもまあ切りやすい方かな。布地やからね、こんな感じに切ります。これは私が花々って皮で押してるんですけども、印刷屋さんのね、大文字小文字が打ってあったんですけど、それを買って自分でこれ型押ししています。で、これをねタグとしてね、どこかにちょっと心当たりかな、ちょっとつけます。タグね、探したらこんなにいろいろね、おとりおきがありましたね。これきれいにできてますね。で、これもかわいいですけどね。茶色ね、茶色もいいんですけど、ちょっと切れてるんですよね。もう切れててもいいんだけどね。で、これも穴も開けてるんですけど、金具つけようかなと。あ、でもこれちょっと大きいかなと思って。これピンクもね。これね、どうやろうな、金具でつけたいもんね、やっぱり。ってなると、これ分厚すぎやね。やっぱり一番最初のこれかな。これでいきましょうかね。ミシンでつけます。かわいいでしょ、こういうの。で、裏をこういう風にね、金色のね、これですけどね、貼りました。こっちもね。で、タグも縫い付けました。で、今からね、これファスナー付けします。テープ貼ってます。
な感じにね、ファスナーつけました。この分だけね、あと革を足しました。でマッチを2センチ、2センチ、4センチ取りました。こんな感じですね。でもうミシンがね、職業用なんで、なかなかここがもう4枚重なるとね縫えなくて、ここですね、そこのところのマッチ大変でした。たったこれだけ縫うのにね20分ぐらいかかりましたね。普通これ一つなんだったら、ほんま革用のミシンだったらあっという間に縫うんですけどね、まあ、なんとか一応できました。でこれね、もう無理やり表に返します。柔らかい革なんで、今の革って初めて触ったような気しますけどね。よし、この角を押し出してしっかりで、こっちのファスナー爪が折れそうでね、嫌なんですけどね、今革なんかやりたくないんですけど、で、まあちょっと可愛くできました。ちょうどね、スマホとまあ小銭入れぐらいなんで、これでちょうどいいんじゃないでしょうかね。いい大きさになりましたね。色もいい色です。それでは、最後までありがとうございました。またちょっと革もっとね、革用のミシンで縫ってみますね。それでは最後までありがとうございました。